レベゼン地球の、はい、結成のきっかけって何だったんですか？結成のきっかけ、はい、結成の、いやもうあれですよ、始まりですよ、始まり、始まりですか、はい、いやもう僕がまず借金まみれだったんですよ。はい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 、もうすごい本当にただただ、うん、青汁と同じようになんか金持ちになりたい、自分で起業して福岡で起業して、はい、バーとか行ってたんですよ、はい、2,3 店舗か福岡で、はい、であとそれとイベントやってたんですよ、うん、ただいやーみたいな調子乗ってやってて21歳ぐらいの時ですね。でその時に、まあ、詐欺とかあってもうめっちゃ調子乗ってたんで、うん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 、詐欺とかブワーあったりとかして、でイベントもその後こけ続けたんですよ、うんうん、で借金6000万ぐらいあったんですよね。で6000万ってすごいですね。21ぐらいですか？22ですね。すごいね。22歳で6000万じゃないですか、うんうん、でその時にやっぱスタッフとか社員とかめっちゃいたんですよ。200人ぐらいいたんですよ、グループで。けど全員離れていったんですよね。あ、全員離れてった。あ、もちろんお金ないのバレたらもうそれはまあ、マジっすか。チリチリめちゃめちゃ威張ってたんで。だからあれですよね、はい、DJ 社長になる前の話ですよね。あ、そうですそうですそうです。無名時代ですよね。そうです、木本俊之介として、はい、俺すげえんだぜイエーイみたいなやってたのに、はいはいはい、まあ、だんだん金ないのバレ始めて、あのその詐欺とかあって、あで借金6000万になって、はいはい、で離れて、でこれなんかでもその時俺僕思ったんですよ。もともと僕が起業した理由って、うん、僕高校生の時にホリエモンとか、うん、孫正義とかの動画を見て、いやこれなんかもっと前から言うとただ目立ちたかったんですよ僕って、うんうんうん、もうほんとただただ子供の時から、うんうん、もう目立ちたい目立ちたい、学校で一番目立ちたい、うんうん、もうこの地域で一番目立ちたいみたいな、うんうん、もう学校とかのこう文化祭とかでも漫才したりとか、なんかそれがもう目立ちたい欲がすごかったんですよ、モテたいみたいな。で将来何になろうかなって時に、お笑い芸人になろうかなとか、漫画好きだったんで漫画家になろうかなとか、なんかいろんなこう目立つ方法を考えてたんですよ。お笑い芸人目立つじゃないですか、漫画家とかもまあすごいってなるじゃないですか、あれ書いてるもんみたいな、うんうんうん、けどその時ぐらいに孫正義とか堀江門とかのスピーチを見た時に、なんか違うなっていうか、なんか要は僕たちが子供の時ってメディアすごかったじゃないですか、うん、確かにテレビとかがね、テレビすごかったじゃないですか、 YouTube なかったですもん、はい、なんか流行ってる人がテレビに出てると思ってたんですよ。みんなも今思ってると思うんですよ、みんな、はい、流行ってる人がテレビに出る、うんうんうん、じゃなくてテレビに出てる人が流行るんだって、うん、なるほどね、わかります、はいはい、ビジネスで回ってるんだって、めっちゃわかります、そう、それ気づかされたんですよ。だ有名にするなるのもテレビのを軸にしてでしょってことですね。そうですそうですそうです、要は何ですかね、まあ、特に僕たち子供の時ってそれが顕著だったんですよ、はい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 、要は、まあ、確かに YouTube ないですからね、そうですそうです、テレビしかないんですよ選択肢は。もうなんかこの人が流行ってるからテレビ、うん、雑誌の表紙になるとか、うん、CM でよく見るとか有線でよくかかるとかじゃなくて、あこの人流行らせようぜって言ってお金バーとかこうビジネスが動いて表紙にしてテレビに出して有線で流して、それでみんな見るし聞くじゃないですかその曲で、知る機会が増えてこの人好きってなってこう人気が出るみたいな。だから人気が出る人って逆だと思ったんですよね。じゃあお金持っちゃえば勝ちじゃんと思ったんですよね。だったら、うん、お金さえあればお金でテレビガンガン出れるし、うんうん、とかスポンサーになっちゃえば、逆にもお金で勝っちゃえばいいと思うんですよね。そう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 、その発想がすごいですよね。なかなかその発想に行き着く人ってあんまりいないと思うんですよ。マジでいないと思いますよ。だってしかもお金もらってその仕事するんじゃなくてお金払ってその仕事できるから、もうめっちゃ強いじゃないですか。極端なテレビの枠勝っちゃえばいいですもんね。そうですそうですそうです、スポンサーになれば勝っちゃうんで、最悪ね、はいはいはい、だからお金があれば何でもできるって、まあ、そっから来てるんだ。そうですそうです、まあすごい当たり前の話ですけど、うんうんうん、お金があれば有名になれると思うんですよ、うんうん、でもうめっちゃそっから来るってすごいですね。で社長になろうと思ったんですよ、うん、なるほど。あ、だからお金稼ぎしたいようじゃなくて、はい、まず有名になりたいと、そのための手段としてお金が欲しいってことなんですね、はい、そうですそうですそうです。あ、なるほど。で社長になりたいって思って、はい、社長でその時にやっぱ憧れたのがホリエモンとか、うんうん、孫正義とか、はいはい、で当時あの与沢翼とかめちゃめちゃ流行ってたんですよ。流行ってました。で僕がちょうどビジネスやりたいってやってる時に与沢翼がうわーってやってるの見て、すげえかっけえみたいな、若手起業家みたいな、うんうん、って思ってて、こうなんかヒルズ族とかあったじゃないですか。ありましたね、ネオヒルズ族ね、はい、でもう速攻起業して、はい、うわーってやってて、でさっき言ったようにこう詐欺あったりとか見せたりとかして借金まみれなんですよね。その時にもう一回思い返したんですよ。有名になりたくて金稼いでたなってことで、うんうんうん、なんかホリエモンとか孫正義とかは有名な社長さんじゃないですか。ただなんていうんですかね、そのあそう前も話したんですよね、その要は松屋の社長とか誰も知らないしみたいな、うんうんうん、なるほどね、そう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 、はいはい、来ました、大きい企業になったから、うんうん、そこの社長さん誰も知らないじゃないですか。いやそうなんですよね、はい、ね、本当そうなんですよ。例えばサントリーの社長誰ですかとか言われても分かんない、分かんないですよね。本当そうなんですよ、はい、いやそういうだから社長で有名な人ってなかなかいないんですよね。はいはいはい、はい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 、それで思って、うんうん、いや結局遠回りしてたのかもしれないと思って、うん、でその時にもう有名人になっちゃいと思ったんですよ、うん、逆にもう、まあ、まあすごいシンプルなんですけど有名人になっちゃおうと思ったんですよ。でその時にSNS がいっぱい、ちょっとずつ、まだでも当時って YouTuber とかなかったし、 YouTube ない、いや YouTube はあったんですけど YouTuber は誰も知らないです。言葉も知らない時代ですよ。そうか、そうですよね。だってそもそもレベゼンがこう人気出たきっかけって Twitter からですよね。Twitter からですよね。多分これね結構前ですよね。そうですそうです。しかも僕がそう思った時 Vine が一番流行ってたんですよ。Vine が一番そのなんかインフルエンサーの初期の一番最初なんか面白い高校生とかがフォロワー多いみたいな時代の時で Vine とか、うん、そうです。でそれ見て、それこそテオ君とか
あのいるじゃん、スカイピースとかだったり、はいはい、あのブライアンとかまだ高校生で、あみんなその頃からやってるんですか。そうあれって YouTube になればバイナーって言われる、バイナーしたくないんですよ。バインのことみんな知ってるんですかね。知らないですよ。ユキポヨとかも高校生でしょ。ただただ可愛いエロい女子高生みたいな感じで、僕もバイン聞いたことあるんですけど見たことなかったっす。あいつらを見てこれだと思って、テレビに出なくてもみたいな、そのお金を投稿しなくても SNS でこれ絶対来るじゃんみたいな、なんかでなんかこう思って、でそうもう有名人になろうと思って DJ 始めてみたいな感じです。で一人でやってたんですけど、なんか一人でやっててもなんかこれ無理あるなと思ってグループ始めました、ね、っていう感じです。で今のメンバーですよね。そうです